食ったね。一気に来たね。無理だ。あ、もう無理。そもそもあれやね、メガサイズ飲んでから。まだ私ほとんど飲んで。メガサイズほぼ飲み切った状態で始めたからやばいよこれ。やばいね。喉乾いてたんだよ。あ、もう飛んで。濡れたの投げるよこれ。食った食った。これは保管の。え？保管の。これは俺のキープ。小腹減ったよ。小腹減ったよ。夜中仕事してたら小腹減るんだ。食べねえよ普通。え？小腹減っても食べないだろ。ラーメン食べに行こうと思ったらこれの方が安いし、あの量も少ないからさ。友達と飲みに行って7時ぐらいから居酒屋2軒ぐらいはしごして、でスナック行って2時3時まで飲んで、で締めのラーメンって店員室で大盛り食べて帰ってくる。夜に出歩くことがない。あ、そう、うん、昔はね、悪でしたの。悪じゃねえよ。最近ちょこちょこ過去を聞きますが、悪じゃの。意外と悪じゃの。悪じゃない。遊んでるの。普通じゃん。え、知らない。20歳過ぎの小僧が夜飲み歩くっていうのは普通でしょ。居酒屋行ってクラブ、昔っていうディスコ行って朝方まで12時ぐらいから盛り上がるから、うん、終電が行ったぐらいから、うん、で2時3時ぐらいまでクラブで遊んでて、でそこで知り合ったこと。今明かされる家族の真実。女のみんな知ったね。だって俺ナンパしたことないんだ。ナンパされたことはあるけど。え、自慢。自慢すかそれ。俺モテるんだよみたいな。たよちゃん、あの今はもうなくなったけど、川町から千代通りから千代町のとこ入ったところにひまわりやむっていうディスコがあって、毎週金曜日の夜から同伴で男女ペアじゃないと入れないんだって。入り口にあふれてる男の子と女の子がうじゃうじゃ。猫を一人で行くと、とか友達と行くと、誰かと一緒ですか？うん、二人。一緒に入ってもらえませんか？そんなのあるんだ。っていうのが良かったな。昔はチャラかったね。悪よの。もう時効だから言うけど。以外はこぼしたから。そういうのがあるから今なんだよ。今明かされる、なんで春人くんはそんなにいろんなことを知ってるんだ説。あの頃はなんか毎日が楽しかったな。今は今も楽しいよ。今も楽しいけど、あの頃はほらはちゃめちゃなことして笑えてたじゃん。知らないよ。笑えてたじゃん。私その時いくつぐらい、小学校ぐらい。二十歳だから、そうね。小学校も行ってないか。小学校入ると何しようかな。年バレんじゃん。36歳で終わる。小さな16やっけ。私永遠の16。本当にドラつかましいなこいつら。緊急事態発生。アホなこと言ってんと仕事するか。今日は瞑想なし。瞑想って何ですか。趣味って言ったじゃん。趣味だよ。
おっと瞑想の時間にやりかけてる今日も瞑想があるかもしれない。いや無理だな。昨日俺寝た4時だからさ。ミラーリンクってアマプラ見出したのが僕の始まりだよ。眠たい時は途中で寝落ちするのに中にこう集中しちゃってた話。ついつい最後に寝ちゃった。やる気になった。超集中してやるからな。数時間だわ。やる気になった。わかるじゃん、やる気になった。ちゃう。日が落ちて、どっぽり暗くなって。よし、よかった。で、エンジンかかるのは大体、11時間後。そこから。いただきました。見やすい。ちげえよ。もっとコメント参加してほしいね。まったく雑談するとコメント来るけど、俺が喋ると止まる。確かに。コメントちょうだい。仕事。する前の瞑想タイムになりました。何時間後に起こしたらいい？起こすという表現が間違えてる。どういう起こし方違うの？どういう声かけがよろしいですか？だから2時間経ちましたよ、優しく起きる。したことないじゃん。この年やったらカメラお化けだよ。ウィッグかぶってた。どうする、めっちゃ可愛かったら。今日ははるくさんのお姉さんが来てくれました。それで姉ちゃんそっくりやったらめっちゃ気持ち悪いわ。だってほらみんな知らないからさ、見たところで面白いんじゃない。バッチリメイクしてみる、うん、男の子たちも結構メイクしてる子いるもんね。やってみるか。どうする、ちょっと待って化粧するからっつって出かける、ちょっと待ってってなったらどうする。いいんじゃない。なんてそんなドン引きやねん。、うん、昔よくあの化粧映えする顔って言われた。さてさてお片付けしましょう。グッ、じゃんけんぽん。片付けよろしく。私まだこれメガコーヒー残ってるからゆっくりくつろう。なんでこんなじゃんけん。わかんない。ということで片付けお願いします。じゃんけん勝ったし。え、私が瞑想するんです。じゃんけんだったから。チーム瞑想チャレンジって言って寝れない人が瞑想するとどうなるかって。瞑想だから寝るんじゃねえんだよ。これもお仕事。うん、じゃいけんじゃん。はい、じゃいけん移動できたの3回勝負。ここに来てずる。最初はグーじゃんけんポン。あと1回。最初はグーじゃんけんぽん。ありがとうございます。なんかいっぱいいっぱい。誰だよじゃんけんしようって言ったの。言い出しって負けるやつ。ほんまにね。これ洗わないとダメか。うん、すすがないとね。分別分別。はーい。はい、片付けてきます。はい、いってらっしゃい。はい、片付け終了。早っ。それぐらいやる。
さん、コースターの上にお願いしますね。後がつくんで。いや、綺麗になった。舐められる。一つ一つのその言葉がやだ。やばい。やばい。トイレの神様。出た。残念。いってらっしゃい。やば。